こんにちは、佐賀新聞ニュースエースです。まずはサガン鳥栖のコーナーからです。鳥栖へ新たに加入したリオデジャネイロオリンピック韓国代表のディフェンダーチョン・スンヒョン選手が4日チームに合流しました。はじめまして、韓国から来ました。私の名前はチョン・スンヒョンです。23歳です。가장 먼저 저의 가치를 인정해 주시고 저의 이적을 많이 도움을 주신 사장님께 감사의 인사 드리고 싶고 이 사간도스 팀 모든 관계자분들과 모든 분들께 감사의 인사를 드리고 싶고요. 여기 사간도스에서 좋은 성적을 거두고 싶고 개인적으로도 J리그 내에서 가장 좋은 선수가 되는 게 목표입니다. 먼저 작년부터 많은 이적 제의나 뭐 그런 게 많았는데 제가 J리그에 오게 된 이유는 일단 제가 J리그에 오고 싶은 마음이 일단 컸고 사간토스에서 사장님의 저에 대한 좋은 평가를 해주시고 제 가치를 인정해 주셨기 때문에 제가 이렇게 처음 이적을 사간토스로 오게 결심했습니다. 사간토스는 굉장히 훈련에서부터 훈련 강도나 굉장히 높기 때문에 굉장히 쉽지 않다는 걸 느꼈고 일단 선수들이 제가 한국인이지만 다른 나라 사람이지만 선수들이 잘 챙겨주고 코칭 스텝을 포함해서 여기 있는 모든 분들이 상냥하게 저를 잘 대해주셔서 굉장히 감사하게 생각하고 있고 그에 대해서 저도 보답하려고 생각하고 있습니다. さて、 리그戦 第17節、 鳥栖はアウェーでヴァンフォーレ甲府と対戦しました。前半はワントップにチョドンゴン選手、両脇にスピードのある田川恭介選手と小野裕二選手を据えました。後半はトップ下を置かない 4-4-2 に、さらに終盤は3バックへとシステムを変更。 J1 通算200試合出場のゴールキーパー権田修一選手が無失点に抑えたものの、引いて守りを固める甲府を崩しきれず無得点で引き分けました。鳥栖はこれで通算成績6勝6分け5敗の勝ち点24で順位は変わらず10位です。リーグ戦第18節はホームで川崎フロンターレと対戦します。川崎は5日に未消化分のリーグ戦を戦っており、コンディションでは優位に立っています。前線にタレントが揃っていますが、失点した試合ではあまり勝てていません。小野裕二選手らスピードのある攻撃陣に期待したいところです。ここまではサガン鳥栖のコーナーでした。高円宮支配全日本学童軟式野球佐賀県大会の準決勝と決勝が行われました。1日にあった準決勝では諸富北小クラブが河野少年に、諸富南少年が市政少年にそれぞれ勝ち、決勝へ駒を進めました。初の諸富勢対決となった決勝は、諸富北小クラブが1対2で迎えた5回の表に3点を奪って逆転、4対2で勝利し、13年ぶり8度目の優勝を飾りました。優勝した諸富北小クラブは8月10日から東京で開かれる全国大会に出場します。その他のスポーツの話題です。ハンドボールのトヨタ紡織九州は1日埼玉県の大崎電機と熊本市内で熊本地震復興支援チャリティーマッチを行いました。 JA 杯佐賀新聞学童オリンピック大会サッカー競技の1次ラウンドが2日に行われ、川添少年や FC ブラストなど16チームが決勝ラウンドに進みました。9日に決勝ラウンド2回戦まで行い、ベスト4が決まります。 JA 佐賀中央会が先月30日通常総会を開きました。総会では全国組織 JA 全農の会長も務める JA 佐賀中央会の中野よしみ会長が任期満了で退任、代わって新しい会長に副会長の金原俊秀氏67歳を選任しました。 JA の指導的役割を担う中央会のトップ交代は
14年ぶりとなります。金原新会長は木島郡江北町在住の専業農家、 JA 佐賀理事や常務理事を経て2014年から JA 佐賀の組合長を一期務めました。金原新会長は就任挨拶で、経済やお金だけでない共同組合の良さを広め、農協が地域にあってよかったと言ってもらえる活動のありようを模索していきたいと抱負を述べました。佐賀県議会の6月定例議会が行われました。最終日の3日には佐賀空港への自衛隊新型輸送機オスプレイ配備計画で自民党などが提出した佐賀県に計画受け入れを求める決議案を賛成多数で可決しました。山口義則知事が県民の代表として重視する佐賀県議会が明確な意思表示をしたことで、計画をめぐる動きは新たな局面を迎えることになります。決議を受けて山口知事は、重く受け止めるとしながらも、決議と私の判断でというわけではなく、漁業者がおられるので簡単な話ではないと強調。駐屯地予定地の地権者である漁業者の理解を得るため、国にも働きかけ、自ら努力する考えを改めて示しました。ここからは佐賀県内で行われたイベントなどをご覧ください。日本の伝統芸能に触れようと、佐賀市の準優小学校の6年生が能を体験しました。上峰小学校の5年生と6年生が先月28日、小学校の前の田んぼに稲で文字を描く稲文字の田植えに挑戦しました。本格的な夏の到来を前に、佐賀市の佐賀神社で先月30日、名護市祭が開かれました。なで終わりましたら、今度はこの袋の中に入っております切り草、紙を小さく切ったものがありますから、これを自分の体に左、右、左と3回に分けて振りかけてください。それでお祓いをいたします。左、右、左と自分に振りかけてください。唐津市大内町の長切り水車を使った体験学習が先月30日にありました。ここ、ウトウレレしています。
ここからは佐賀新聞の過去の記事から当時の様子を振り返ります。今回は23年前の記事を見てみましょう。1994年7月12日の佐賀新聞、全国高校野球佐賀大会の記事が載っていました。開会式では前の年に優勝した鳥栖商業高校を先頭に41校が入場行進しました。その日の試合は塩田工業高校対鹿島実業高校、武雄星稜高校対神崎農業高校が行われました。武雄星稜高校は今の武雄高校、神崎農業高校は今の神崎生命高校です。また当時のメイン球場は佐賀球場で、現在の佐賀女子高校の場所にありました。球場や学校名の移り変わりに歴史を感じますね。8日からいよいよ高校野球が開幕します。選手たちには暑さに負けず悔いの残らない試合になるよう頑張ってもらいたいです。さてここからはお知らせです。7月16日に唐津市西の浜で九州花火大会が開かれます。大型の二尺玉や仕掛け花火、ナイアガラなど佐賀県内最大級となるおよそ6000発の花火が唐津の夜空を彩ります。ライトアップされた唐津城との共演もお楽しみください。開催時刻は午後8時から午後9時まで、悪天候の場合は翌日17日に順延します。また当日会場付近は大変混雑します。公共交通機関をご利用ください。佐賀新聞社では今年結婚50周年を迎えたご夫婦を表彰する金婚さん表彰を今年も行います。表彰状と記念品をお送りし、会場にお越しの方は記念撮影を行います。表彰は9月8日からご覧の各会場で行います。募集の締め切りは8月8日です。お申し込みお問い合わせは佐賀新聞社販売局、電話 0952-28-2131 です。白い砂浜がおよそ1キロにわたり緩やかな弧を描く唐津市大岡の浜北浜、最後はドローンからの空撮映像をご覧ください。それではまた来週。